中毒性あり、一度やったらやめられない、ふるさと納税を5分で解説の巻。疲れた。さてと、昼飯にするか。今日のランチも激安カップ麺。ほほほ、本当は定食とか食べに行きたいけど食費がな。うん、うわ、部長は昼から寿司かよ。羨ましいな。部長、専務がお呼びです。今から昼飯だってのに。わかった、すぐ行く。はあ、僕も豪華な食事を楽しみたいけど今の給料じゃ無理だよな。そんなことないで、お得に豪華な食事を楽しめるとっておきの方法があんねん。え、そんな方法あるの？うわ、誰ですかあなた。わしはリベダイの寮やで。悩める君にお得な制度、ふるさと納税について教えたるわ。よっこいしょっと。そこ部長の席。ふるさと納税って名前はたまに聞くけど、どんな制度なのかよくわからない。あれか。まあ簡単に言えば、実質2000円の負担で寄付した自治体から返礼品をもらえるっちゅう制度やな。ふむふむ、2000円以上の返礼品をもらえた場合は確かにお得だな。ふるさと納税の流れをざっくり説明するで。ステップ1、どこかの自治体に寄付をする。いよ、学長、キレてるよ。ステップ2、寄付金額に応じて翌年に自分が納める税金が安くなる。仕上がってるよ。ステップ3、寄付先の自治体から返礼品がもらえる。どうや。とまあこんな感じや。自分で掛け声かけて虚しくないですか。とにかく余計なこと突っ込まんでええねん。働いててある程度の収入がある人は絶対やった方がお得なありがたい制度や。あー、ありがたいありがたい。どれどれ、パック。あー、美味しい。うわー、部長の昼飯。大雑把な例やけど、5万円寄付したら翌年の税金から4万8000円引かれて、プラス豪華な返礼品がもらえるっていう、そんな感じのイメージやな。つまり実質2000円負担で豪華な返礼品をもらえるっていうことや。なるほど、実質2000円の負担っていうのはこんな感じで、翌年に払う税金が安くなるっていう意味か。どこかの自治体ってのはどういう意味ですか？ふるさとって自分の出身地のことですよね。いや、寄付先は自分の地元だけじゃなくって日本全国の自治体から選べるで。それに複数の自治体に分散して寄付することも可能なんやで。どこでも OK。 へえ、それじゃあたくさんの自治体にじゃんじゃん寄付するのが一番お得ってことですね。それはいかん。いかん。そこは注意が必要なポイントやで。税金の控除額は年収とか家族構成によって変わってくるで。制度をお得に使うためには自分の寄付金額の上限をちゃんと把握しておく必要があるねんで。なんだか難しそうだな。大丈夫、そんなに難しいことないで。さとふる、ふるなび、ふるさとチョイス、これらのポータルサイトを使えば簡単や。ふるさと納税をいくらするのがお得か計算してくれるシミュレーションがあるで。お、これなら簡単そう。ポータルサイトを使えばいろんな自治体の返礼品を一覧で見たり、キーワードで検索したりできるからめちゃくちゃ便利だ。他にも楽天ポイントが貯まる楽天ふるさと納税とか、マイルが貯まるアナのふるさと納税なんてのもあるから、自分に合ったポータルサイトを使えばええで。なんだか自分にもできそうだな。あ、でも今年のふるさと納税にはもう間に合わないか。大丈夫や、まだ間に合うで。基本的にふるさと納税の申し込み期限は12月末やで。そうなんだ、今からでも間に合う。それじゃあ早速シミュレーションで寄付金額を調べて寄付先を決めよう。へえ、いろんな自治体が特色ある返礼品を用意してるな。返礼品で選んでも OK やし、応援したい自治体で選んでも OK やで。各サイトで返礼品の人気ランキングも載ってるから参考にするのもええと思うで。最近やと自然災害とかで被災した地域に寄付する形も増えてるな。いろんな目的で地域を応援できていいね。寄付金額と自治体を決めたら案内に従って手続きしてみようか。はい、寄付手続きに進むと。手続きも簡単だ。これでふるさと納税が完了ですか？まあ待て、大事なのはこっからや。もうちょっと。寄付をしたら税金控除のための手続きをするんやで。これをせえへんかったら税金が控除されへんから忘れずにせなあかんで。ふるさと納税をしたから税金をさっぴてって申告する感じやな。税金の話は難しくて、僕やっぱりふるさと納税無理かも。やめます。やっぱ面倒なんじゃん。トロトロせずに行動あるのみや。うまい寿司食わしたろか。うまい。税金の手続きは難しいって思うかもしれんけど、手順をしっかり確認すればそんなことないから安心してサクサクやるで。うまいやろ。税金の控除を受けるために寄付した人は確定申告かワンストップ特例制度による申請、いずれかの手続きが必要やで。どっちもそんなに難しくないで。ワンストップ？何ですかそれ。
また聞いたことない言葉が。確定申告をせんくっても必要書類を寄付先に提出するだけでいいっていうお手軽制度やで。そうビビらんで大丈夫や。専用の申請書を寄付先からもらうかダウンロードして、その他の書類と合わせて期限までに返送すれば手続き完了やで。ただし6個以上の自治体に寄付するとこの制度は使えへんし、他の県で確定申告すると無効になってしまうから注意してな。例えばこんな人やな、医療費控除を受けるとか、自営業をしてるとか、6個以上の自治体に寄付してるとか、確定申告が必要な人たちはワンストップ特例制度は使えへんってことやな。僕は確定申告をする予定がないから、ワンストップ特例制度を使おう。上限の5つの自治体に寄付して、いろんな返礼品もらうぞ。よしよし、わしの仕事も終わったようやな。ほんじゃな。あ、りょうさんがいなくなってる。しかも部長の昼飯が全部なくなってるじゃねえか。怪しい人かと思ったけど、僕にお得な情報を教えに来てくれたふるさと納税の神様だったのかもな。ありがとう、りょうさん。君、私の席で一体何を。ああ、部長、これには深いわけが。そして数ヶ月後。おお、ふるさと納税の返礼品が続々と届いたぞ。これが実質2000円でもらえたなんてお得すぎる。いろんな地域の特産品をもらうと、その地域にも興味が出てくるな。それに地元にも寄付したから、就職して離れちゃったけど少しは貢献できたかも。ふるさと納税最高、イエーイ。翌日。君、今日はえらく豪華なお弁当だね。部長、実はふるさと納税で全部もらいました。ほう、それはいいね。ではこないだの寿司のお詫びにそのお肉をもらおうかな。勘弁してください。僕じゃないんです、りょうさん。まだ今年も間に合うで。気になる人はぜひやってみような。